はい、こんばんは。かっこいいギタリスト竹下先生。今日ご紹介するのはね、アーネスト・ホースト、アーネスト・ホースト、本名がアーネスト・フリッツ・ホースト、オランダ人です。1965年7月11日生まれ、オランダのキックボクサーですね。K-1 においてシェームスル・シュルトと並ぶ4度の最多優勝の経験者です。身長がね190センチ、体重が108キロ、55歳です。総試合数が121試合、勝ちが99勝、 KO が62ノックダウン、負けが21回。私がね最も、偉大だと思うキックボクサーです。でアーネスト・ホースト、よくねアーネスト・ホーストって発音するんですけど、実際はね、Ladies and Gentlemen、Ernest Worst Worst って発音なんですよ。Ernest Worst、Worst、 本人がそう言ってるのが間違いないですよ。Ladies and gentlemen, K-1 World Championship, 4 times World Champion, Ernest Worst! じゃーん、じゃっちゃっちゃっちゃーんって。ラッキー、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 ラッキー。まあ無敵ですね。一番アーネスト・ホーストが強い。まあそんな感じで、次回はねピーター・アーツを紹介したいと思います。それではかっこいいギタリスト竹下アーツでした。 See you soon です。